ら。もう15時だぞ。さっさとアポ入れろ。ったく、何やってんだよバカどもが。死ぬ気でやれよ。なんだ、場の空気が一気に変わった。うお、田中、お前何かを感じて震えてやがる。あれ、俺もなんか手が震えてきたぞ。なんだこのプレッシャーは。ああ、どう喝だ。ゾーッ、ゾーッ。社長や役員、統括がオフィスに入ってきた場合、仕事中であっても全員手を止めて立ち上がって挨拶を行う。おい、やってるな。ゾーッ、営業一課、ここからが開始です。言い訳はいいか。さっさとしろや。今すぐやるか、すぐやるか、その二つしかねえだろうが。ゾス、どうか。クーロス、お客さんに聞こえちまうだろうが。静かにできねえんだ。潜ってやるしかねえ。あ、申し訳ありません。はい、はい。しかしなんだ、あの父母は。信じられないな。とてもサラリーマンには見えない。俺は人気映画でも見てるのか。しかも何、役職が統括部長とかじゃなくて統括なんだよ、その役職。意味わからねえ。おい、原次郎、後で俺んとこに来い。ゾッ。お前、いつになったら一家はノルマクリアすんだよ。あ、お前、いい加減にしようや。ゾーッ、どうかやつ、必ずやります。死ぬ気でやります。え、何が死ぬ気だ。本当に死んでみるかよ。あ、おい、いい加減に、どうする、やらねえと。何言ってんだろうな。ゾーッ、ゾーッ、どうかやつ、ご指導ありがとうございます。ご宅はいいから、今日まず10件取ってこいっつってんだ。早く行け。よし、凍結。タレオくん、すっごい荒れてるよ。ああ、こりゃえらいこっちゃモードになってるな。やばいぞ、今日は。けど、統括って一体、どんな人間なんだろう。見てよ、あのマネージャーが禁止の渋滞みたいになってるよ。怖い。ほんとだよな。てか、そもそもこれって仕事と呼べるのか。なんか俺らが働いてるこの場所って、なんだ、ほんとに現実なのかってちょっと、疑っちゃうよな。お前ら、すごい。無駄に呼び出しやがって。お前ら、なんで仕事しねえん。会社や潰す気か。なんでアップ取らねえんだよ。ゾス、申し訳ありません。結局、この後2時間に及ぶ激詰めが続き、終電、何それ、美味しいのになってしまった。